ここからはカオリンのファシタジスタのコーナー行ってみましょう。今夜はですね、はい、まず嬉しいニュースが一つ、ジュビロ磐田から押谷由紀選手がファジアーノに完全移籍となりました。これはサポーターにとって嬉しいですよね。ということで、はい、その押谷選手のインタビューをお届けします。押谷選手、改めて2013シーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。目標としてた2桁があと1点でしたね。そうですね、まあ岐阜時代も9点が2回だったんで、まあ、何としても超えたかったんですけど、まあ、個人的には超えられない壁みたいなのがあるかなと思いましたね。あと1点の壁が高かった。いや、まあでも、もっと決めるチャンスはたくさんあったんで、まあ、そういうところを決めてれば必要だと思いますし、まあ、力、自分の実力不足かなっていうのは思います。あの2013シーズンのベストゲームって押谷選手はどのゲームですか？まあ、僕の中ではまあ途中出場だったんですけど、やっぱアウェーの神戸が0-3 から追いついたっていうのは、まあ、人生の中でやっぱりなかなかない試合だったんで。湯たんぽの視聴者投票でもベストゲームに選ばれた奇跡の同点劇ヴィッセル神戸戦。0-3という絶望的な状況から後半39分、久木田が最初の得点を挙げると、その1分後さらに久木田、そしてアディショナルタイム、押谷の強烈な突破からのシュートを新田が押し込み、ついに同点に。チームサポーター一丸となって歓喜の渦に包まれました。3点取られたらサッカーってかなり厳しいですよね。そうですね、そこから追いついたことはないですね、僕自身。押谷選手が入ってからあれスイッチ入りましたもんね。そうですね、まあ、俺のおかげと言っても過言ではない。出た。最初にね、なんかミドル打ったんでしたっけ。そうですね、バーって打った。ここは押谷シュート。そっから急にね、まあ、そこから始まったんで、まあ、僕のおかげかな。勝手に思ってるようにしてます。いや、そうだと思いますよ。よく、まあ、よく言えば僕のシュートが最後入って、まあ、同点追いつきたかったですけど、まあ、そこはまあいいかなって感じですね。まあまあまあ、負けないファジアーノ岡山、3-0からついに追いつきました。あればなんですけど、珍プレーってありました？総一がミンキュンに喜びにてかわされたやつですかね。月間ベストゴールにも選ばれましたキム・ミンキュンのこのゴール。しかしこの後、彼のいたずら心に火がついた。キム・ミンキュンの大きな追加点、影山監督と抱き合いました。なんと満面の笑みで駆け寄る田中総一選手をスルー。そして監督のもとへ駆け寄っていきました。ミンキュンの大きな追加点、影山監督と抱き合いました。かわされてましたね、総一は。抱きつきに行って、なんかあの後頭を抱えて、抱えてましたね。こんなのかなって気持ち悪いな、総一と思って。なかなか頭抱えないですよね。普通抱えないと思います、ね。はあ、あのキム・ミンキュン選手は田中選手が嫌いなわけじゃないですよね。違います、押谷選手も田中選手を嫌いなわけではない、はい、ただみんなからいじられキャラなだけなんです。なるほど、実際仲いいわけですよね。仲いいです。で、こう、はい、頭抱えてたっていう映像が、ね、残念ながら残ってないんですけども、その様子を見たかったですよね。いや、押谷選手気持ち悪い言ってましたもんね。面白い。はい、さて押谷選手ですね、今シーズンの抱負も聞いてきました。はい、2014シーズンの抱負をお願いします。はい、来季こそは2桁得点、本当にそうですね。そうですね、ぜひ次こそはですよね。4回目こそはって感じですね。4回目こそは、3回9点なんで次こそはって感じで、2桁得点、はい、行ってほしいですよね。いや、4度目の正直になるといいですよね。そう、9点が3回ありましたからね。はい、もうこの2014シーズンこそは2桁、はい、うん、それ以上言ってほしいですよね。いや、これを超えたらもう次のステージにまたね進めるわけですからね。ぜひお願いします。はい、そしてこの色紙をですね、湯たんぽをご覧の方1名様にお年玉としてプレゼントしちゃいます。応募の方法は番組の最後にご案内します。
スカパーでは今年もファジアーノ岡山リーグ戦全試合放送します。オフシーズンもファジアーノ岡山の2013シーズンリーグ戦全試合アンコールをはじめ J リーグ関連番組を充実のラインナップでお届けします。詳しくはスカパー J リーグで検索してください。